こんばんは。生でご覧の方にはですね、2回目のオープニングをご覧いただきました。はい、皆さんも時計の針を13分また元に戻していただいたという形になって、ありがとうございます。ご協力いただきまして14人の皆さんがこんなに悪い環境の中ご覧いただきましてありがとうございます。じゃあニュースももう一度最初からやっていいですか。じゃあもうこれマイコンピューターにね、保存してありますので、じゃあもう一回いきます。そうですね、もう一回最初からやってもいいよというツイートが来ましたら、もう一人いらっしゃいましたらじゃあもう一回やりましょうかね。改めましてこんばんは、すみのりさんいらっしゃいませ。僕の方からですね、今日ちょっとタイムラインに打とうとしてもなかなか砂時計のままで全然先に進まないというですね、最悪の状態になっておりますので、戻るか、戻れるかもしれないぞ、やってみましょうかね。いつもですね、先週からちょっとリニューアルしまして、段取り通り行きましょう。ありがとうございます。OK です。ライト照明さんから OK です。いただきました。じゃあ、改めまして、ニュースもやりたいと思います。では、ニュースのコーナーでございます。初見のつもりで皆さんもぜひご覧いただきたいと思います。ナベッチニュースでございます。ナベッチニュース3。ニュース3じゃないな。ちょっと混乱しておりますけれども、こちらです。なんとですね、25日放送予定の分を取材しておりましたらですね、ある方に急にびっくりしました。出くわしてしまいました。一体どんな方に出くわしたんでしょうか。そしてどんな状況だったのか、それも含めてナベチカー23ニュース、今日はですね23ニュースなんですけれども、なんと7分近い VTR を用意してるんですよ。ということで、洋介バリスタさん、こんばんみーちゃん、ニュース見れてないのでお願いしますということで、では、皆さん初見ですよ、初見ということでご覧いただきたいと思います。では参りましょう、ナベチカーツ3ニュース。あの方とは一体どんな方なんでしょうね。どんな方かとっても気になるところでございます。さあ、それでは、準備をしております。少々お待ちくださいませ。はい、これで多分大丈夫だと思います。さあ、一体どんな方がご覧いただく、ソーシャルは見れるけど配信が全く、ちょっとだけ改善したようなんですけどね、まだまだうまくいかないようです。今日はマイコンピューターにとりあえず録画しております。これを後ほどアップしたいと思います。というわけで参りましょう、ナベチカーズ3ニュース、一体どんな方に出会ったのかご覧いただきましょう。どうぞ。磯の香りがします。もちろん海の前ですから、もちろんそうなんですけど、さあそして猫さんこんばんは、このシンボルですね、サイバさんこんばんは、ピラミッドです。誰に会えたんでしょうね、誰に会えたんでしょうかね。先ほどの三住駅は海のピラミッドです。上空からあんなに三住駅、あんなに小さく見えます、いいところに見えます。三住港と三住駅というのはすごく近いんですね。で日曜日にネタバレあった感がしないでもない。の左側に気のせいです。乗船場があります。タイムライン戻ったけど配信が見れなくなった。現在録画できています。下の方、はい、今マイコンピューターに発表来た人がいます。その向こう側で実は私のところは生演奏が行われてるんですね。駅構内、改札があそこにありますが、あれのれんになってます。三住駅のコンコースに入りました。かっこいい駅なんですね。上はこれすごいな、色とりどりといいますか、いろんなものがありますね。 A トレインの紋章、すごいですね、おしゃれな駅内ですされてるようですね。太鼓の音が聞こえてきますね。国道フェリーの桟橋がちらりと、涙ぐましいですこれ。これは良い三住停車場、ありがとうございます。19人の皆さん、こんなに悪い状況の中でもご覧いただいております。
タイムラインがしっかりしているうちに今回の地図をお送りします。あ、よかった。今度はタイムラインは流れましたね。係の方が危ないですよと。前面には A トレインと書いてありますね。写真撮りたい。そして太鼓が鳴り響いています。20人超えました。ありがとうございます。列車で行こう。1号これほど間違いが早いも珍しい。屋根は今到着です。ゴールデン城ですね。やっとチェックインできた。マックンさんいらっしゃいませ。バルさんやっと入れたです。ありがとうございます。どうも今日はユーストリーム調子が悪いです。鉄道ファンの皆さんが一番綺麗に見えてますよ。山中さんありがとうございます。熊本からいらっしゃる方々がいっぱい今ホームでは太鼓、外ではフラダンス、降りてるところです。そうですね。この中にサイバさんもいるんでしょうか。ちょっと探してみたいと思います。 Facebook で情報を得ました。サイバさんがこれ乗ってるらしいということで。どうもどうも。今ツイキャス、これはあの家、2-3 です。録画です。サイバです。たまたま今日取材してまして、A 列車で行こうとセットになった。打ち合わせなしです、まさかのサイバさんとばったり。ちなみに先ほどネタバレという、話もありましたけれども、白と黒、サイバさんの方からも僕の方を撮ってくださいました。本土と書いてますね。船が出るときにですね、僕の方を撮ってくれました。そしてたまたま何度もリロードするの黒画面くるくるのいらっしゃったサイバさん、素でびっくりしましたそうですね。ちょうどサイバさんが熊日の取材を受けておりますサイバさんが乗ってるらしいよという情報を得まして、ご家族の皆さんももちろんご一緒したところ、ちょうど改札のところでサイバさんとばったり。孔子市のお父さん来たそうですね、熊日の方が取材されてました。今日の夕刊時点ではまだ今のところ乗ってないですけども、近日中に乗るんじゃないでしょうかね。九州新幹線開業半年後の連載記事があってます。おそらくそこに乗るんじゃないかなと。桟橋を写真が出ないにしても名前ぐらい出るんじゃないかと思います。そして天草本土へと、熊日には乗らなかったようです。出港です。あと何日か待ってみましょう。多分乗るんじゃないかと思います。乗らない、この乗らないって言われている対象は僕のことではありません。もう一人桟橋に一人男性の方が座っておられて、その人に乗るんじゃないか乗らないんじゃないかというのをですね、こういろいろと係の方が気にされておりますので。そして海のピラミッド、マリソル号、船上には後ろの方に一番後ろのところにサイバさんがいらっしゃいます。まもなく出港です。あ、今動き出しました。船はバックしていきます。マリソル号、マリソル号へご乗車いただきます。行ってらっしゃい。誠にありがとうございます。本命はこれより西日本を出港いたしまして、行ってらっしゃい。一旦バックして、で進行方向を整えて進路変更です。そして動き出すという進路を変えて、ちょっと怖そうな船、マリソル号そうですか、本土へと。確かに人数多いですからね。動き出します。行ってらっしゃい。ちょっと思っちゃったりもします。さあ、サイバさんご一家を乗せた船が本土に向けて出港していく、こういうことですね。バックで出港からの乗り継ぎは、マリソルにこんなに乗ってるのはこの連休が初めてだったんです。そうですね。天草観光の新たな拠点となってます。初めて2日目ですね。マネジさん、オウムタジンいらっしゃいませ。さあ、この模様はですね、サイバートレインストリーム、おとといの10月9日放送分で
今一度ご覧ください。お楽しみいただけるかと思います。さあこの模様は改めてサイバーさんのサイバートレインストリームでお楽しみください。三隅港、はい、というわけで、ご覧いただきましたね。びっくりしましたよね、2回目ご覧になった方もびっくりしましたよね。まさかサイバーさんに出会えるなんてね、まさかのびっくりでした。本当にびっくりだったんですよ。本当に打ち合わせしてなくて、たまたま、あ、A 列車もあるから取材しに行こうと思ったらば、この上ですね、三隅までの道中、国道266号線の取材をしてました。25日、再来週のカーツ3の中で放送する予定です。ぜひよろしくお願いします。で、先ほどの別角度から写真でね、押さえていらっしゃいましたサイバーさんの、サイバーさん目線からの、見たい方もう一昨日放送されてますので、アーカイブ残っております。こちらもぜひご覧いただきたいというふうに思っております。マグさん、パチ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 、よかったです。さあというわけで、今日はですね、まさかのちょっと事態がもうここ何週も火曜日に限って起きてるんですけれども、それでも21人の皆さんがもう本当にありがたいです。もう涙ぐましです。ありがとうございます。タイムラインはだいぶ良くなってきました。しかし、まだちょっと映像の方はムムムっと、こっちでも映像がたまに止まってるのが分かります。にもかかわらずご覧いただいてありがとうございます。ちゃんと今回はマイコンピューターの方に撮っておりますので、それを後日、まあ、後日というか、状況が良くなり次第こちらからアップさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。では、遅くなってしまいました。早速っていうほど早速でもないですけども、今回のテーマご紹介したいと思います。今回のテーマはこちらです。大牟田の旬を走ろうということで、今回はそうです、マリソル号もご紹介しましたけど、それは再来週です。今回は大牟田の旬を走ろうというテーマでお送りします。タイムラインがまだ丈夫なうちにもう一回地図を送ります。今回の地図です。改めて地図ご覧いただきましょう。こちらです。今回はですね、なんと初の高速道路からスタートとなります。南関インターチェンジ、ここは熊本県なんですけれども、南関インターチェンジを出て、県道10号線に入ります。で、そこをずっと大牟田市街地方面に向かっていきまして、で、有明海沿岸道路に乗って降りて、で、まあね、どこそこに行くというような状態です。呪われてるかよってか、本当そうですよね。呪われてると思っても、言われても仕方がないぐらいのひどい状況です。本当に困ってます。大牟田といえば三井三池からの滝さん、滝さんです。滝さんでございます。大牟田先を越された謎でございます。では、20人の皆さんがご覧いただいておりますので、ありがとうございます。映像は大丈夫だと思いますので、あとはそれがカクカクするかしないか、それはもうユーストリームの方が頑張っていただくということになりまして、新大牟田駅日経九州版で前途多難だと報じられて、確かにそうですね。福岡県内は特に苦戦しているという話をよく聞きますけれども、まあどうなんでしょうか。おっと、稲潤さんから、あ、15分前の話か、まあ、一応、現在ユーストリーム TV サイト落ちてます。一度閉じたら戻れません。ユースト絶不調、大牟田でなんで見たかったけどアーカイブにて、まあいろいろいただいております。大変申し訳ございません。では、イカ娘、カーツ3、福岡県を侵略するでゲソ。侵略しちゃってください。あら、2人減っちゃった。18人の皆さん。では、18人の皆さんと共に参りましょう。21人増えた。よかった。では、20人台のうちに、早速参りましょう。ナベッチ、カーツ3。今回は、熊本県南関町、高速道路の上から、スタートです。行ってみよう。ナベチカツ3、今日は初めての高速道路からのスタートです。と言っても、もう高速を降りるところなんですけども、ベッキーさん、やっと見られた。間に合ってよかった。南関インターチェンジ、時間稼いでよかったです。ここで降りることになります。さあ、
南関インターのすぐ手前のところから映像は始まっております。もちろん運転中は操作しませんので、それはご安心くださいませ。参ろうぞよ。はぁ、ラウダー参ろうぞよ。全然難しい道ではありません。南関インターチェンジです。熊本県の一番北に位置するインターチェンジです。で ETC レーンを通過していきます。 ETC って本当楽ですね。前方荒尾長洲方面の県道5号線、左右に伸びるのは山を削り取ったような道が前方に広がっております。これは坂田さんの火がつくぞ。10号線です。南関町ピケ足場と書いてあるトラックと同じ道を通っていきます。右側に行きます。毎日の通勤道です。ベッキーさん、南関インターチェンジ来たか。前方は県道5号線関谷ヒルズの方向です。先取り予告サイバートレインストリーム10月23日配信は新県道10号線です。ペケペケの旅を何でしょうか。車に出ないね。高速でツイキャスしてたけどブレるブレる。あ、こちらはですね、ブレないようにいろいろとやっておりますので、まあ、あのご覧いただいた後にですね、下の方の何だったあれを見てください。教習ビデオをご覧ください。さあ、南関大牟田北線です。西鉄のバス停が見えます。西鉄のバス停があります。まだ熊本県内なんですけれども、西鉄バスが三隅港で大昔、お、この辺りは突の撮影を何でしょうか。さあ、丘を少しずつ下っていきます。下っていくとですね、もうすぐに福岡県に入ります。山中さん、新聞取材受けまくりの旅。いや、さあ、そしてここから福岡県です。福岡県大牟田市です。県道10号線来た。はい、大牟田市に入りました。カントリーサインがこの交差点の前後に設置されている。南海インターチェンジは、まあ、実質珍しい光景です。大牟田インターチェンジみたいな、そんなところもありますね。実質ですよ、実質。電池で動く、なんでしょうかね。私のツイキャスの風景でございます。右側には道の駅、これで大牟田の旬って福岡県民だけど全く見当がつかないです。ですね、あと十数分経てば多分それをご覧いただけるかと思います。前の足場のトラックよく走っているのを見る。ご覧いただいて分かるように、南関インターほぼ走りながらパンを上げる福岡の県境ギリギリのところにあるというのが旧時代です。すみません、余暇ですよ。エヴァっぽくていいですね。上内峠というんですかね。マネさん、さすがよくご存知でいらっしゃいます。ラッポキターという丘を登っていきます。さあ、道の駅大牟田を過ぎますとまた上りになります。左側にあるのが大牟田テクノパークといいまして、まあ、熊本のテクノリサーチパークと同じように、おそらく、先端産業がいっぱいあるんじゃないかと思います。まさに秋晴れ。収録日は10月1日です。まあ、熊本のそれと同じように土曜日です。 IC チップとか最先端の企業が密集している地区だと思われます。ソフトバンク電波が切れるかそうなんだあ、じゃあやっぱツイキャスにはやっぱこの辺りは向いてないんですよね。マクさん、わら民家は少ないんですが、皆さんの方でもおそらく途切れ途切れかと思いますけれども、バス停は意外にユーストリームの画面今見てますけど、されています、頻繁に止まっております。リアジュース持ってもしっかり押さえるナベッチカーズ3、ありがとうございます。しっかりとあのアーカイブ、今回はマイコンピューターに保存をかけております。なぜかユーストリームの方に保存かけようと思ったんですけど、何回も何回も途中でタイムアウトしましたということで、拒否されておりましたので、純奈さんのアドバイスに基づいて
ローカルの方に保存をかけてあります。後半車線がある、少し歩道を走ってる人はどこに行く人だったの。本当そうですね。この先に小学校がある、そこ最初に巡るスポットが今見えてきましたね。この上内峠では場所はまだ捉えられてないと思いますが、さすが地元の方のご意見、その姿が見えたらご紹介しましょう。あ、この南関大牟田北線の、ね、歴史についてマネツさん、ありがとうございます。下りは海鮮線、オレンジ色の、こちらは映像途切れなしで来てます。あ、いいの、あります。エンジンブレーキ、左側がその小学校です。奥の方にだんだん見えてきましたかね。で、動画上では今年3月にそんなにはよく見えないんですけれども、開業しました、まあ、実際に走ってみるともう前方運転ですね。あの建物が見えてきます。九州新幹線の今日のニュースは新大牟田駅、暮らせにゃいかん、こんなことそうです。まずはここに向かいたいと思います。殴りたいですね誰をじゃっていう話ですよね。上内小学校ってですね、竹の子、県道10号線南関インターとつながる旬のタケノコを掘りに行くわけではありませんよ。新大牟田駅、そして有明海沿岸道路と一直線でバーッと結ぶ、なかなかいい道路です。そう、この県道10号線は新大牟田駅も行きますし、さ、そのまままっすぐ行くと右手これ国道208号線もスルーして、上から抜けてスルーして有明海沿岸道路までスッと通じている。新幹線の駅が素晴らしい道路、始まっていたんですか。なり機能、機能的な道路ですね。途中から4車線に拡幅されております。タケノコジュリー、雲見みたいなリアクションありがとうございます。右手に見えるのが新大牟田駅です。あ、マックンさんがいろいろと、ユースと JP に問い合わせてくださったみたいですね。現在サービス全体が不安定になっております。現在対応中です。大変ご迷惑をおかけしておりますが、しばらくお待ちください。待てない、ないですよね。待てない、ことはいかない。待てないのでマイコンピューターに保存しております。新幹線公開来た。せっかくなので今回はいつもと違ってせっかくなので、その旬のスポットに立ち寄りながらお送りしていきたいと思います。いつでもお金があり余ってるわけではないので。マイヤヒラさん、盆と正月が一気に来たっていうですね。ロータリーをぐるっと一周するだけです。俺ここで左折しちゃう。左折するんですか、右折ではなく。ということで今回は旬のスポットその1、新大牟田駅です。まあ、先ほどさやかさんからもありました通り、この新大牟田駅かなり苦戦しております。そういった意味でも旬のスポット、こちらダンクマ像です。ダウンタウン熊本ではありません。なかなか今日言ったローソン、あら、ベッキーさん、新大牟田駅西洋的ななんか佇まいを見せる駅舎ですね。ローソン、皆さんローソンに反応してますね。博多に近い福岡県内の、はい、新大牟田駅に関しましては、このロータリーを回るだけでございます。苦戦を強いられているという話を聞きました。三池方面、山中さん、盆と正月が一緒に来たような忙しさ、買い物食い、ああ、そうです、買い物食い。県道15線に戻ってきました。最近は閑古鳥が鳴いているというですね、ちょっと大変な状況にもあります。先ほどの駅の北側方面はまだ、そして県道15線に戻ります。なんていい道路なんでしょうか。この辺りはもう出来上がってます。拡幅されたばっかりのところです。ダン・イクマさんのパパだよ。東西に貫く形のこの駅よりローソンが人気。本当そうですね。大牟田駅との差はなんだ。大牟田駅は本当に栄えてますよね。あの辺りはさすが鉄分を逃さない関数性、ありがとうございます。こんばんは。ようやく郵送に接続できました。師匠さん、いらっしゃいませ。もうこんなね厳しい状況の中にもかかわらずご覧いただきましてありがとうございます。下車しないのか、新幹線と同じだ。そうですね、ただ通過するだけっていうですね。
新大牟田駅周辺はソフトバンクのキャスの電波が弱い。もうね、頑張ってほしいですね。孫さん、福岡大事でしょ、福岡。まあ、その おこぼれで結構ですので、熊本もぜひ、もっと良くしてください。さすが大牟田、道が立派。そうですね。最近の車線になったっていうのが、わかるの。この辺りは、開業時はですね、まだ、片側1車線だったんですけども、その後の整備の結果、4車線になりました。山中さん、大牟田駅の西鉄だからね、バンテリンがあるからねってやつですね。伊予さん、熊本駅前も裏の方は似たような感じ。あ、まあ、そうっちゃそうですね。確かに。からね、でも、裏の方が新幹線駅ですからね。抜ける回がありましたね。懐かしいですね。最近はだいぶ良くなってきたんですよ。といっても、まあ、まだ、全然建物がほとんど建ってないような状態ですよね。まあ、在来線が高架になる頃には、少しぐらいは建ってるんじゃないかなと。期待して208にはここの高架を通らずに下に抜けていきます、はい、あ、ベッキーさんからうちですということで左側の方ですね。タイムラグがありますので、まあ、おそらく越えていくのが高架に入るだいぶ前のところですよね。まっすぐ港の方に向けて突き進んでいきます。今日は本当にひどい状況の中にもかかわらず22人の皆さんがご覧いただいております。ありがとうございます。私も福岡県内の新幹線駅で新大牟田だけまだ下車していないですね。その新大牟田の新で、その地震の新で書くのやめなさいという話ですね。福田さん、熊本駅の新幹線口裏は住宅地域と背後には山があります。そうなんです。その限られた土地をですね、今トンネルを掘ったりしてますけどね、頑張っていただきたいと思います。アイリンさん、救急車。そうです、救急車がいました。でも狭い道多い大牟田ですかね。でも4車線の道も意外に多くあっていいなと思ったりもします。今調べたらランクマシは三井に向けの経営者だった。なるほどね。その経営者ということで銅像がボンと石像が建てられていた。サイバーさん、さすが福岡ならくこんなところの実行もう一気に左に曲がっていきましたね。そうですね。あ、それも影響してるのかもしれませんね。陽介バリスタさん、むしろ10月に入りました。筑豪船小屋へ、この辺り田園地帯が広がっております。止めどころなんですね。筑豪船小屋、そうですね、確かに新幹線と在来線も止まりますからね。ただ、あの辺り公園しかない、ね、公園の中の駅。シャルさん、あーそれを言うと、フィルムの裏、かっこ西口はすぐ川ですからね。確かにそうですね。猫助さん、止まった。あらららららら、こちらは動いておりますが、皆さんいかがでしょうか。今日は本当にひどい状態です。ひどい状態です。県道10号線です、南関大牟田北線を今走行しております。西の方に走行しております。途中からご覧の皆さんのためにもう一度、ちょっと黒いようでありますが地図です。こちらを見ながら、あ、今鍋地この辺走ってんだなっていうのをご覧いただきたいと思います。この道は速度取り締まりが多いです。左右にまたがっているのは土曜日だったんで、まあそんなに速度も出なかったっていうのもあって、警察の姿は見当たりませんでしたね。大工船の新大牟田だって、私の南の私には使えない。さあ、有明海沿岸道路の看板が出てきました。猫助さん、復活よかったです。状態もありながらも21人の皆さんがご覧いただきました。ありがとうございます。師匠さん、大事なことなので2度言いましたよ。お嬢さん、大事なことなので2度言いましたよ。左じゃない、ね、はい、というわけで、先ほどの三井の創始者ダンクマさんということですけども、三井金属、三井精錬左右にドンと構えております。佐山さん、真面目な話、大牟田の道が広いのは石炭輸送の関係で早い時代から道路整備が進むこともあります。同様の事例には宇部、小野田なる。10月1日土曜日、まだ確かに広い道、大牟田駅前とかもいっぱい4車線のものがいっぱいありますからね。そういうことなんですね。ライト照明さん、時々数秒止まりますが豊島カラーは見れてますよ。ありがとうございます。有明海沿岸道路、1
度紹介したことがありますけれども、新幹線とか在来線とか大牟田北インターチェンジからマックンさん、僕ははっきり書きます。ちょこっとだけ地方のドライブでは小川誠大先生の偉業がこちらこちらにご覧いただけます。じゃあ何十年か経てば、ね、小川誠さんの銅像がどっかに立つんでしょうね、きっとね。どこに立つんでしょうかね。プラレルさん、今テスト配信して録画してみましたが、うまくいってないので、ローカルに保存が正解ですね、と言います。まだダメでした。つまり南の方に向かうということですね。大牟田方面。ユーストリーム JP さん、なんとかしてください。さあ、大牟田北インターチェンジです。このナレッジカー2-3の中では第5回ですね。第5回、もうそうか、7月ですね。7月の5日に放送した第5回の時以来の有明海沿岸道路インターチェンジです。道面側橋、この第5回で放送した時は逆の方です。北に向けて走ってたんですけど、今回は南に向けて走っております。さあ、そして一区間ですぐに降ります。変動インターチェンジです。でもこれも無料ですから、一区間で下車です。誰も変動インターチェンジ、このインターチェンジ降りたところちょっと危ないんですよね。入り口と出口、これは交わっておりますので、スピードが出てると間違いなくぶつかるというところです。なんか見覚えのある光景が。ロックの人間に言わせれば、異業なのか税金の無駄なのかと問われれば無駄の方が多いと思います。市場さん、また旬のスポットを巡る旅と、まずはバーチャル堅牢インターチェンジ新大牟田駅、堅牢インターチェンジを降りまして、一般道に入ってきました。前方の看板出てますね。ひまわり畑、右に曲がります。これがあるんですね。大牟田エコタウン、そうです、マネジさんのおっしゃる通りです。大牟田エコタウンの中です。異業と書いて事故の危険な個人差があります。ハラスの前日ここを運転した時、渓谷先生の CD 流してみたら、大牟田の危険は分からないでしょうね。ちょっと他にはロックとかもあるのか、都会だな。まあ、効果はね、お前とおりますので、精霊指定都市が2つありますからね、それだけでも稼げます。この時期、10月に今を迎えるときは、先週木曜日に行ってきました。いいですね。先週木曜日ということは6日ですね。はい、寝室入高3タイプのランプ、そうです。さあ、先ほどベッキーさんもおっしゃってましたけども、ひまわり畑にこの後入ります。大先生の銅像作品は筑後金子屋駅構内の線路上において深夜に衝突実験。あれは BN なんですね。すごいな、その左側、これモビリティ大牟田といいまして、いわゆるカート場です。それ列車がもったいない。ここにも一回行ってみたいんですよね。ちょっとガタガタ来ますか。すごい毒が入ってます。左側モビリティ大牟田というところです。カート場だと最初思ってたんですけど、そうではなくて、この席だけオープンになる、車全般を楽しめるところですね。予告見ましたが、ひまわり畑に行ったんです ね、 そうです。ひまわり畑です。天狼ひまわり畑、看板見ましたらですね、春はポピー畑になるようです。大牟田市天狼というところにあります、ひまわり園。あー、もう見えてますね。この辺りに停止しますね。バックするところまでご覧いただいております。さあ、ではこんな時にもかかわらずご覧いただいた皆さん、21人の皆さんのためにひまわり畑ご覧いただきましょう。福岡は11区まであります。入り口で100円払うとポピーの種がもらえます。そうです、個人で管理されているということで、本当にすごいですね。100円、もう300円ぐらい払ったろうかというぐらいのですね。見つめられる場所です。ひまわりたちから見つめられる場所です。駐車場広い、そうです、広いですよ。これです。前方の方、ちょっとまだ先かかっているところもあったんですけども、まあ、おおむね七分咲き、八分咲きといったところでしょうか。
が出ないのでソーシャルで予想ながら。あ、すいません、ありがとうございます。斉藤さん、カーツ3では初めてのバック、あ、ですね、3号線縦断スペシャルの道の駅阿久根のところで1回バックがありました。よう覚えとるな。ひまわり綺麗、アイディンさん、ありがとうございます。ちょうどたまたまこの蜂がですね、蜜を吸ってるところを撮ることができました。10月にひまわりですよ。ここは絶好のシャッタースポット。そうですね、展望台、ひまわり畑来たー。猫助さんです。風の音がいっぱい入ってます、すいません。これだけの規模で個人経営というのはすごいですね。本当そうですね。見つめられるキャーンはず。なんかこう指揮者になった気分ですね。みんなこっち見てるってですね。一斉の謎。今年はひまわりにとても癒されました。また今日もいいですね。そういえばキムタク主演のチェンジでキムタク演じる首相の選挙区は福岡12区でした。あら、よう見てらっしゃる。バックは道の駅や船発車時にありました。マックのさん、これは見事だ。そうだそうですね。鱗雲にひまわり、なかなか面白い取り合わせです。この鱗雲の鱗一つ一つのひまわりに見えてしまうっていうところがいいですよね。お年寄りのカップルも楽しんでますね。カップルもいます。ブルーシートなんかもちょっとあります。蜂いっぱい飛んでいました。私が見た日の方がもうちょっと咲いていました。本当そうですね。まだ今の方がまだいいのかもしれません。一人でお花畑行く悲しさよ。そうですね。あっちが大牟田の工場群です。工場も見えますね。エコタウンの中です。ひまわりは太陽の生産ですけど、そしてここはですね、太陽とひまわりと反対側ですので、花を後ろから見ている図です。ひまわりたちはあっちにある太陽を追っかけながら咲いてるんだよっていうことを言いたかったわけです。広大なひまわり畑、ゴイス。こんなひまわり畑の真ん中から魚眼レンズで写真撮る、あ、いいですね。やべっち、デートの下見に来たのさと言ってみる。で、ここに来たの2回目です。ひまわりを楽しむためにこういった日差しも用意されているんですが、その下おしゃれな傘とその下にリクライニングチェアがありました。リクライニングチェアなんですね。皆様、福岡7区とおっしゃいますが、抽選記録の時は3区です。ああ、これがなかなか気持ちいいんですよ。秋空とともに気持ちいいのを堪能した男の顔がこの後映ります。本編で僕の顔が映るのは多分初めてだと思います。ロスケバリスタさん、ミニ情報、僕も地元が福岡6区です。堅牢のひまわり畑は15日土曜日までです。開園時期は時間は、午前9時から午後5時までとなっております。今週の土曜日までです。ぜひご覧ください。では駐車場を出発します。堅牢のひまわり園、いかがでしたでしょうか。あの大牟田の観光協会の方がとても頑張ってらっしゃって、実はここのひまわり園、一人で見回りをされていると、初鍋っち、パチ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 、ありがとうございます。本当にそのご努力が実って、テロップはロータ、ありがとうございます。毎年綺麗な花をね、見ることができます。そしてああいうリクライニングチェアまで、10機から20機もうちょっとあるかもしれませんね。ひまわりは太陽を見て咲きません。ひまわりも気持ちいい風を、口実では花が感じながら、そうなんですね、失礼しました。ひまわりを楽しむことができます。いいですね、ああいう心意気が。おじいちゃん嬉しいじゃないですか。前方、晴れてるとですね、この雲仙岳が見えるんです。ちょっと雲仙岳が霞んでしまった。残念ながら雲仙が見えなかったんですよね。前方見えたのが霞んでました。右側に先ほどのそのモビリティ大牟田です。さっきあのカート上って説明したんですけど、そう
でもないみたいですね。カートだけではなくて、このいわゆるモータースポーツを楽しめる場ということになっております。モビリティ大牟田横浜ゴムの、皆さんまだ間に合いますので、ぜひ大牟田へお越しください。リッキーさん、ありがとうございます。さあ、大牟田の旬を走ろう。まずは新大牟田駅、そして堅牢のひまわり畑。さあ、次は一体どこに行くんでしょうかね。ちなみに、柳川にあるですね、ひまわり畑はもっとすごいです。もっと感動します。大きさは、ほぼ同じぐらいかもしれませんが、8月ぐらいに行きますと、柳川のひまわり畑は本当に、うわ、こんなにあるんだっていう、すごいです。これは感動しますよ、ぜひ。プラレールさん、ところでマイコンピューターに保存したのがどこにあるのかわからない。あ、それ僕も多分この後同じことを、質問することになろうかと思います。ぜひ稲潤さんいらしたら、プラレールさんに教えてあげてください。さあ、再び有明海沿岸道路になります。この辺りは工場地帯というのもあって、ガラガラの日本航空沿岸道路から降りてくる車はトラックが、どんどんそうかな。そして先ほどの確かに土曜日に行ったんですけれども、駐車場は割と余裕がありました。も見られます。まだ認知度が低いのかもしれませんけどね。大牟田ということもありまして、熊本県内からも、お客さんは流れているはずなんですけどね。有明海沿岸道路に乗ります。県道インターチェンジからさらにまた南に向かいます。ちょっくらくまモンに投票してきました。ゆるキャラのね、今投票やってまして、くまモンが現在全国1位です。1日1回投票できるということですので、ただ、ヒコニャンとかそのあたりが出てないとはいうものの、それでもね、くまモンが1位というのは嬉しいですよね。ユーストリームの配信データを保存していれば、それと同じフォルダに作成されます。 stream.m4v、 むしろ僕もコピーしておきました。道路です。後日必ずアーカイブ残します。右側が有明海、オープンの時はすごい人出でしたけどね。温泉だけがドーナツを走る限りですが霞んで見えます。なんと風流な、サッカーやってますね。風流ではないな、野球か。さあ、何度走ってもいい道路です。本当に今回の鍋地下沿岸道路、大牟田の旬のスポットを巡るとほしいなということでお送りしております。僕らが生きている頃に繋がるんでしょうか。新大牟田駅、そしてまだ県道のひまわり駅、高速路線の段階ですからね。次はどこに行くか。私もほとんどイオンモール大牟田駅に行くかもしれません。映画とサブウェイ買いに行くだけ。そのスポットにこれから向かいたいと思います。こちらからどうぞという皆さんです。有明海沿岸道路、前方に橋が見えますが、まだ大牟田イオンのサブウェイは乗れたか。大牟田インターから前方に見えます大きな橋、あれが諏訪川大橋と言います。まだ完成しておりません。パーツ3で、第4回に確かご紹介したと思います。501号線のラストのところでご紹介しましたね。ローカルに保存は失敗の思いはもう一回テスト配信してみようかな。はい、ようです。これも失敗だったらちょっと本当切れますよ。インター入り口交差点を右に曲がります。大牟田インターを降りました。これからできるであろう高架はだいぶできてますね。が続いています。この向こう側には三池港インターチェンジができる予定です。まだいつ頃できるというのは完成時期はまだ確定はしていないようです。さあ、今日は大変視聴環境の悪い中、20人の皆さんがまだご覧いただいております。ひまわり畑の近くにはモビリティ大牟田そうです。さあ、右折レーンに入りました。右折レーンができていますね。施設ができるに伴ってですね、このポールも作られ、
右折レーンも捨てられたようですね。テーブルダウンが跡地へということになるんでしょうかね。ところはさあ、イオンモール大牟田に突入です。映画は長洲から近いので嬉しいですね。でも番組向けのラインナップで選択肢が少ない。ああ、そうですね。せめて玉野まで伸びてほしい道路です。本当そうですね。右側にはデオデオがあります。作りやすいでしょうけどね。まあ、地権者との交渉がうまくいけばの話ですけど、ね、右側がデオデオの大牟田店です。熊本の話ですけど、情報はテレビタミンが大牟田まで中継に来てます。オープン当日に中継に来てます。左側がそのイオンモール大牟田です。結構大きな店舗です。イオンモールガラガラ閉店ガラガラ出た。うわお、イオンモールはでかいです。早く鹿児島にサブウェイを作ってくれ、熊本にも作ってくれ。バーチャルイオンモール大牟田です。このイオンモール大牟田も一応駐車場を少し移動する程度ですぐに道に戻ることになります。前傾を取って確認しましょう。収録日は10月1日土曜日。もうちょっと埋まるかなと思ったんですけど、そんなに埋まっておりませんでした。リッキーさんのおっしゃる通り、確かにガラガラ感が否めないです。これがそのイオンモール大牟田の前傾。左側にはデオデオ大牟田店です。新しい店舗。ただテレビタミンが中継やってます。さっき通ってきた有明海沿岸道路のインターチェンジからすぐ近くにありますよね。さっきの日替わり園交通の便は車が乗ってればいいかなっていう感じ。すぐどうしてもこのね、5分もあれば着いたね。JR の駅から遠いというのでちょっと不便さは感じてはしまいますが、ただ車で来る分にはまあまあのいいところでもないです。土曜日とは思えないこのガラガラさ。イオンモール大牟田内の道路を進行しております。0時を回りました。0時1分ですね。今36秒37秒となっておりますが、10月12日水曜日です。あ、そうだ、今日はあれだ、エビスマスカッツの六本ポンファンタジーを買いに行かないといけません。この間のライブで、ライブの時にですね、僕予約をしまして前金払っております。今日引き換えに行きます。楽しみです。クレアリー、今回の駐車場が広い。確かに広い、広いですね。この裏にも、店舗の裏手の方にも同じぐらいの規模の駐車場がありますので、駐車場はやたらと広い感じがあります。広い、RC カーが走らせた。電池持ちますかねっていうぐらいの広さです。ガラガラポン、何ですか、ガラガラポン。左側が石炭産業科学館です。大牟田の歴史を学ぶことができます。梅田も大牟田の方が客多いです。立体駐車場だから車が熱くならなくていい。あ、なるほど、片側に車線いい道路、ね、日中もどうやらあるようですね。この4号道路です、ね、右側が諏訪公園、テニスコートがあるところです。この大牟田インターチェンジのあたりは諏訪公園の敷地なんです。右側は大牟田合同庁舎です。長野にある諏訪湖と同じ諏訪ですね。とっても大きな土曜日、アイヌ塚に行ってらっしゃる。その奥アイヌ塚に行ってらっしゃる。右側に作られたのが住みのりさん、またいる、私は長崎アイヤ、生で見るとおばちゃんがマッキーは可愛いです。綺麗です。色も可愛いです。もうびっくりしました。本当に木崎ジェシカもすごい綺麗ですよ。また会いに行きたいですね。微妙なカーブを描いております。さあ、微妙なカーブを描いた後、
正面に見えてまいります。今回の終着点です。大牟田の旬を走ろうということで、これまで新大牟田駅、そして大牟田の堅牢、ひまわり畑、4モール大牟田、この3カ所を回ってまいりました。次は旬と言えるのかどうかよく分かりませんけれども、12日 iOS 5アップデート開始日は、開始はいつからなんでしょう。4モール大牟田は立地というか屋上駐車場、屋上の部屋が隣接は閉鎖されています。そして今回の終着点見えてまいりました。わかります、これ大牟田駅です。208号線沿いの方の駅舎とはまるで違う、この簡素な駅舎、西鉄大牟田駅、大牟田駅西口といった方が正確なのかもしれません。大牟田駅西口、マックミさん、ありがとうございます。僕には到底彼女たちの本業以外イメージ湧かない。オネマスを見るとね、これは評価できると思いますよ。彼女たちとっても面白いです。波のグラビアアイドルよりも可愛いですし、面白いですし、全部より東の大牟田がなかなか線路を越えたからない。動画は終了です。はい、リニューアル工事をしているのは、これは確か駐輪場だったかと思います。大牟田駅西口の駐輪場です。動画撮りながらももう帰り自宅を始めているラベッチでございます。左側に見えるのが線路です。線路は分かりますね。JRZ 西鉄線です。まもなく今回の動画終了となります。どこの街でもそれあるかも。線路ってある意味壁ですし。そうですね、よすけばりささん、クリスマスカッツよりエビスヨシカンツと言ってみるか。これは面白いかなと思ったんですよ。佐世保の方ですね。線路ガタ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 言っております。ちなみに長作愛理は、そうです、女優さんではありません。はい、というわけで今日の動画はここまででございます。あら、裏駅ですかということです。そうです、裏駅というんですね。まあ確かに裏っぽい駅舎ではございましたけれども、改めましてこんばんは、なべちです。今日はとても見づらい状況の中、それでも20人の皆さんが頑張って見てくださっております。本当にありがとうございます。線路越えるのも一苦労です。ガタ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 。そうです。ガタ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 しちゃったので、この配信用に置いておりましたこのね、iPhone をつけている、これがこっちの方向いちゃいまして、その方を見上げるような形になってしまいました。いかがでしたでしょうか。ナベッチ加圧3、今日が19回目になるんですけれども、今回は大牟田の旬を走ろうということでご覧いただきました。マップです。南関インターチェンジですね、この高速のところからスタートしまして、県道10号線をずっと西の方に行きました。新幹線の駅舎を越えますと、片側2車線の4車線道路で、国道をオーバーパスしていきますと、有明海沿岸道路に直接つながっております。そこから一区間だけ乗ってひまわり畑、そしてそこからまた一区間乗って現在の一応最南端となってますね、大牟田インターチェンジを降りまして4モール大牟田、そしてそこから大牟田駅の裏口、元井西口に行ったと、こういうことになります。ああ、楽しかったわ、マグさん、ありがとうございます。せっかく稲潤さんに教えてもらったのに、やっぱりローカル保存がうまくいっていない。まずいな、これうまくいってなかったら本当にもう一回放送します、その場合はね。
予告なしに放送しまして、僕の一人喋りとなります。マックンさん、ちなみに、女優を差別する気はありません。彼女いない男は大なり小なりお世話になってそうです。彼女いてもお世話になっている人もいっぱいいます。マックンさん、トラブルに負けないナベッチ、負けないぞこの野郎ゆすりに負けないぞこの野郎、この野郎本当にもう、どこにこの怒りをぶちまけたらいいんでしょうかね。21人の皆さん、ご覧いただきましてありがとうございます。 Google マップは、もう一回だけ、もう一回だけ送りましょうかね。まあもう多分いらないよっていう声が聞こえてきそうですけれども、まあ一応最後にもう一回だけマップお送りしたいと思います。はい、さやかさん、今日はいいドライブガイドでした。デートコースになりそう。あ、デートコースになりますかね。ありがとうございます。今でこそ踏切遮断が減りましたが面倒なんです、プラレールさん。なるほどね。まあ鹿児島線の列車が少し減ってる分、踏切で待たされる時間帯も減ってきてはいるのかもしれませんけどね。それでもまあ大変だと思います。というわけでマップまでご覧いただきました、ありがとうございました。さあここからはですね、予告のコーナー進んでいきたいと思います。予告のコーナー、まず1個目はこちらです。今日は妄想電話アプリで遊んでましたありますよね、声をかけてくれるっていうね。はい、明日夜8時からはウィーストリーム知恵チャンネルです。鈴鹿さん、明日お休みです。ウィーストリーム知恵チャンネルと題してお送りします。明日は共通お題で写真品評会、この出演者みんながですね、まあ、出演しないあの声だけの人も含めてお題、共通のお題5つテーマが出されております。そのテーマに基づいた写真を撮ります。で、写真を品評して、あれがいい、これがいいなんてことを言い合いながらですね、ちえさんの、ちいさんの企画ということになります。新メンバーちいさんがついに初の企画持ち込み、メイン MC、鈴鹿欠席の中、ちいさんをどこまで仕切れるのか、皆様、温かい気持ちでご覧いただきたいと思います。多分明日にはね、このユーストリームの、ね、配信の、この、うまくいかないのをね、なんとか改善してるんじゃないですよね。してますよね。してますよね。お願いしますよ。本当に。よろしくお願いしたいと思います。終点ついちゃったか。では寝ます。バネチさん、ありがとうございます。なんとか今、マイコンピューターに保存してますので、これがうまくいけば、それをアップしたいと思います。うまくいかなければ、これをまた、頃合いを見計らって、勝手に放送して、勝手に収録しておきたいと思います。はい。岡山の某女性に先日敗戦を喫したちいさん、メイン代行。そうです、いずれはこの子が背負っていくはずなんで、まあそういうね、まあ確かにマメッチちゃんにね、ボロ負けでしたけれども、まあ腕を磨いていただきたいと思います。頑張れちいさん、ついにちいチャンネルデビュー。そうです、ぜひ明日夜8時からぜひご覧ください。よろしくお願いします。そして大腸不良で明日が不安、そんな不安なプラレールさんと僕の新企画でございます。今度の日曜日です。16日になりますけども、22日からは第3の男、いよいよスタートです。第3日曜日の22時、1時間配信となります。なんで1時間なのか、その後サイバーさんのサイバートレインストリームがありますので、そこにバトンをつなぐというのが僕らの一番の仕事です。別府のプラレールさんと熊本のナベッチがタッグを組んで送る生放送新プロジェクトです。何が起きるんでしょうか、何が始まるんでしょうか、何かが始まります。それは配信を見てのお楽しみです。画面におねだりされてもまあそうですけどね。というわけで現在体調不良で苦しんでおられます、別府のプラレールさんと僕の新企画第3の男、今度の日曜日22時スタートです。詳しくはプラレールさんのチャンネルの方に入っていただきますとご覧いただけますので、日曜日22時ぜひご覧いただきたいと思います。第3日曜日限定です。はい、月1配信の予定となっておりますので、ぜひよろしくお願いします。ふたんさん、チャラララララチャララチャラララララということですね。ありがとうございます。はい、エビスビールを飲みながら、あ、それでもいいですね。スーさんがいないからな、スタジオ観覧行きたい気はあるけど即日帰んなきゃいけないし、配信で参加ありがとうございます、よろしくお願いします。さあそして予告中、こんばんは、あ、金髪さんいらっしゃいませ、ようこそお越しくださいました。
今日は本当に大変な状態の中ですね、現在22人の皆さんご覧いただいております。ロゴかっこいい、ありがとうございます。これ僕がデザインしました。はい、センチュリーゴシックを太字にするとこんなかっこいい文字が出ますので、皆さんもぜひお試しください。さあ、では予告、この番組の予告を忘れてはいけません。ナベッチカー23、お、第3の男のメロディーズ、 ありがとうございます。では参りましょうか。ナベッチカー23、来週の20回目になりますよ。なんとか来週は、ね、配信環境が安定していることを祈りつつ、来週のナベチカーズ3、20回目はこちら。さあ、熊本城マラソンの時以来ですね。新水水前寺駅です。サロです。交差点のノマスカバス停といいますけれども、ここは昔は本当に危ないバス、またすれ違いましたね。アジオン系と交通センター駅、左側今見えましたかね、橋なんですけれども、そうです、熊本市営バスがこの絶対予告を流している途中に大気幅が低下していますということで警告が出ました。ご覧いただけておりますでしょうか。あのバネッチさんが、ちょっとね、今日はちょっとご覧になれなかったと、この配信トラブルの影響でご覧になれなかったということで、ツイートのみで参加していただきました。ありがとうございました。バネッチさんがもし今ご覧になってたらば、お、来週はチェックするぞなんていうコメントがこう来てたことと思いますけれども、来週ナベチカーズ320回目記念大会、記念大会というわけではないんですけれども、そうです、プクタンさんからもあります通り、お、三山荘のルートということで、今回は三山荘って何山荘、アジオン、お峰、京塚線のルートを走っています。あの熊本市営バスの、ルートなんですけれども、熊本市営バスの特にドル箱路線と呼ばれて久しい、路線です。こちらをですね、ご覧いただきたいというふうに思っております。黒い煙を吐くバスも東京では見なくなってしまいましたな。あ、やっぱあの規制が強くなったんですね。見られてますよ、すみのりさん、ありがとうございます。儀式待機、よすけばりささんです。0時過ぎるとユースと安定するな。もうじゃあ来週から鍋地かゼロにしますかね。と思ってしまうぐらいのこの0時過ぎた後の改善具合です。というわけで儀式待機とありますね。そういえば先週儀式やってなかったですね。じゃあ、最近ちょっと儀式やってませんので、新しいものがありませんが、映像、音声、問題なし、結構、頑張った。では、ここ何週か、登場してくれております、この列車に、いつもの儀式参りましょうかね。まもなく、23番線に、23番乗り場に、熊本駅、普通列車が入ります。危険ですので、白線の内側でお待ちください。はい、入りました。一応チャイムの、つもりです。さやかさん早めに、あー言っていただきました、ありがとうございます。815系でございます。パンタグラフがありますね、これですね。はい、三山荘オルゲの近くです。お、そうですか、ライト照明さん、あ、そうか、豊島っておっしゃってましたもんね。はい、こちらもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。来週23時ですね、ここですね。三山荘って何山荘、アジオン、お峰、京塚線をご覧いただきたいと思います。23番線とな、なかなかそんなホームないですけどね。はい、まあカー23にちなんで23番線にしてみました。あ、そろそろ発車の時刻です。トゥルル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 はい、ありがとうございました。パンタよし、ありがとうございます。大阪駅かということで、スコーンと、ありがとうございました。いつもの儀式を最近忘れがちでいる鍋地でございますけれども、これは良い815系、ありがとうございます。というわけで来週ですね、三山荘って何山荘、
アジオン尾峰京塚線、ぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。その前に第3の男もよろしくお願いします。カッコ仮ですね、失礼しました。カッコ仮でございます。第3の男です、よろしくお願いします。はい、というわけで今日のやることすべて終わりました。いかがでしたでしょうか。まあ本当に配信トラブルでね、大変でしたけれども、マグうまい、ありがとうございます。マグさんうまい、ありがとうございます。よかったです。20人の皆さんが、現在もご覧いただいております。今日は一番最初からご覧いただいたお客様は、ね、最初の、動画2回ご覧いただいたわけなんですけども、じゃあ今日は815系ならミーンですな。あ、なるほど、ミーンぐらいですかね。はい、失礼しました。あまり鉄道詳しくないのにこういうことをやりたがる男、なべっちでございます。あ、そうそうそう、最後に駆け足でご紹介します。いよいよ来週の水曜日となりました。なべっち加圧3特別企画、優香ファミリーロードみんなで走ろう。来週のその三山荘の企画をやった後に、開催の可否を発表しますので、ぜひこちらもよろしくお願いしたいと思います。あ、プラレールさんから第3の男かっこ仮の、ね、チャンネルのご案内でございます。こちらも今度の日曜日です、よろしくお願いします。まだ何をやるか決めておりませんので、当日までにもうちょっと打ち合わせをさせていただきたいと思います。さて、10月19日水曜日ですけれども、優香ファミリーロードみんなで走ろうということで、おそらく僕と斎場さん2人になる可能性もありますけれども、10月19日水曜日、起点のダニ山から山鹿まで行って帰ってくるという、もちろん帰ってこないとね、当日のウィーストリーム僕出れなくなってしまいますので、なんとか頑張っていきたいと思います。集合場所はダニ山公園です。午前10時出発です。ですので9時55分ぐらいまで来ていただくと大変ありがたいです。10時になりますともうスタートです。ゴールで待ち構える予定、ありがとうございます。ぜひ、ゴールのサイクリングターミナルでお会いしましょう。そして、雨天の場合は、ぜひ雨天の場合はその前の日にもちろんカーツ3で中止の予告はしますので、その時はおそらく午前11時ぐらいに司の湯に集合で、ボーリングやって、まあ美味しいものを食べて、そして温泉入って、たまんないですね。それもぜひやってみたいなと思っておりますので、まあ晴れにせよ雨にせよ楽しめる一日にしたいなというふうに思っております。で、もし雨だった場合、そのサイクリング企画どうしようかな、あんまり後の方にずらしちゃうと今度は走ってて寒いっていうことになっちゃいますので、それはちょっとなるべく避けたいなと思いますので、ひょっとしたらもう一人で取りに行く可能性もあります。それはちょっとね、また今度なんとか考えてみたいと思います。万が一、雨が降った場合の対応についてはちょっと今後考えてみたいと思います。はい、注意点こちらです。ご覧の通り優香さんは参加されません。まあ、優香さんもしこれ見てたら、参加したいよということでしたら、まあ、ぜひスタッフの方に、熊本まで自転車運んできていただいて、参加のほどよろしくお願いします。それはそれでテンションが上がります。斎場さん、まだ自転車買ってないと怒る、テンションまあ、当日はキャンセルも OK ですので、その時はもう僕一人で行きますので、はい、ありがとうございます。バイク参加は NG です。沿線からの途中参加 OK です。 iPhone 飛んだら大急ぎで戻りますので、その時はよろしくお願いします。綾野さん TDO 綾野さんって、あの綾野さんですか、もしかして。ちょっと嬉しいですね、ありがとうございます。あの綾野さんですよね。筋肉痛については責任を負いません途中になりましたが、サイクリングです。今度の水曜日予定しております。熊本から山鹿まで行こうと思っております。ちなみに熊本駅にレンタサイクルありますね。あれ、これに使っちゃっていいのかなまあ、様々な形でご参加お待ちしております。よろしくお願いします。9時55分ぐらいまでに先ほどのダニ山公園に、ね、集合していただくと助かります。綾野さんって綾野さんですよね。ですよね。ユーストトゥデイの方ですよね。あら、どこからこちらにいらっしゃったんでしょう。ありがとうございます。わあ、ちょっと感激。ありがとうございます。熊本のローカルタレント、なべっちでございます。東京に行った際には、見学させてください。まあ、月曜日に行くとは限りませんけれども、ありがとうございます。ユーストトゥデイの綾野さん。びっくりしました。どこから嗅ぎつけて、だって。
来てくださったんでしょうか。ありがとうございます。そのおかげか21人23人先ほどね、上がりました。ありがとうございます。はい、ユーストトゥデイの綾野さんでございます。ありがとうございます。綾野さんもぜひ、10月19日熊本でサイクリングしませんかということでちょっと誘ってみたりしました。さあというわけで、今日の内容は以上でございます。まあ、今日はせっかくなんで、国道3号のあれも流しましょうか。流しますけど、今日はせっかくね、21人の皆さんご覧いただきましたので、もう3回目だよという方もいらっしゃるかと思いますが、まあエンディング映像今日はせっかくなんで2本立てで終わりたいと思います。綾野さん来ていただいたばっかりなのにもう終わりですすいません。では鍋チカーズ3、来週は熊本市営バスの路線ですね。三山荘って何山荘？アジオン系統鬼お峰京塚線を走るのだ。こちらをご覧いただきたいと思います。ではエンディング参りましょうか。今日も本当にこんなにね、悪天候じゃないですけども、まあ本当に悪い環境の中ご覧いただいた皆さん本当にありがとうございました。まずはエンディング映像、僕の声も聞こえるようになりますけれども、今日は豪華2本立てでお送りします。熊本行きのレンタサイクルは楽チャリなのでバッテリーが切れると地獄が待ってますよ。そうですね、階段の区間もありますのでご注意ください。ではエンディング、今日はまずは1本目、最初にご覧いただきました、もう3回目になりますけれども、サイバさんとばったり会ったというですね、三隅での、先週じゃないや、この前の9日日曜日、三隅駅そして三隅港での風景、まずはご覧いただきましょう。どうぞ。まあ、もちろん海の前ですからもちろんそうなんですけど、さあそしてエンディングなんで音つけましょうかね。シンボルですね、海のピラミッドです。よかったね、女性視聴者が1人増えた。ありがとうございます、綾野さん。先ほどのじゃあその方向でというか、その日休みじゃないと参加できないし、古いところに見えます。マックンさんですね。で熊本県輝く水面、宇城市三隅町、左側に三隅港の海のピラミッドの上から撮っております。今出された三隅駅の三谷さん、お疲れ様でした。下の方、今あのピンクの発表来た人がいますけど、その向こう側で実は生演奏が行われてるんですね。駅構内、改札があそこにあります。あれ、のれんになってます。のれんがあります、改札口。前方は菊井と待合所、上はこれ観光物産館みたいなところになりましたね。菊池さん、甲州市のお父さんが再登場、とりどりで正確な再登場です。再登場か、ピラミッドって上に上がれるんですか。上がれますよ。紋章これですね、おしゃれな駅内です。ウキウキウキ市太鼓の音が聞こえてきましたよ。 JR 三隅駅の乗り場にやってまいりました。この日はまだ A 列車で行こう2日目ということもありまして、歓迎ムードです。太鼓を叩いて歓迎、桃鉄じゃねえんだからっていう。あ、巨峰ですかね。前方からやってきます A 列車で行こう、熊本発の便ですね、1号です。お疲れ様でした。それでは軽音前面には A トレインと書いてありますね。今日は KMN 神田さんの誕生日、おめでとうございます。まあ、駅の中もだいぶ変わった。 A 列車で行こう1号、 A 列車で行こうです。特急 A 列車で行こう、本日3回目の登場、2日目の第1便、三隅駅に今到着です。Facebook でサイバさんこの A 列車で行こうに乗ってるさんが降りてきました。乗ってるらしいよという情報を聞きまして、降り立つ人の中からサイバさんを探しに行きました。鉄道ファンの皆さんがいっぱい写真を撮ってます。改札口の前で熊本からいらっしゃった方々を、はい、今見つけることができました。車両降りてるところです。その映像の先です。この中にサイバさんもいるんでしょうか。ちょっと探してみたいと思います。第3です。どうもどうも。今ツイキャス？これあの家、2-3です。録画です。
サイバです。たまたま今日取材してまして、愉快なカラーの乗った A 列車、A 列車で行こうとセットになっております。その三住駅から直線距離で100メートルもないかと思います。三住港です。三住港の桟橋マリソル号がこの A 列車で行こうと、白と黒そして黄色を基調としたもので、三住本土と書いてますね。三住と本土を結ぶ列車の到着からも20分もしないうちに、そしてたまたま10分ぐらいいらっしゃった、ビデオの声かスタジオの声かどちらかにした方がよろしいかと思います。すみません、サイバさんが熊日の取材を受けております。サイバさんはカー2-3のご家族の皆さんももちろんご一緒待っていただけるんでしょうか。ありがとうございます。奉仕しにお父さん来た3回目じゃあ、いってらっしゃいませ。さあ、今、サイバさんが乗り込みました。お父さん来た。マリソル号です。これがどうしてもこのマリソル号をソリトル号って言ってしまうんですよね。マリソル号が正解です。そして、天草本土へと取材中の熊西記者、熊西記者も登場です。23人の皆さんご覧いただいております。終わりかけだっちゅうのにありがとうございます。さすがにこの映像はやっぱり見応えありますよね。元気そうなサイバさんご子息で、マリソル号、さんからそして皆さん海のピラミッド、ツイキャス録画整備しながら見てます。ありがとうございます。戦場には一番後ろのところにサイバさんがいらっしゃいます。感激ですね。まもなく出港です。 JR のアテンダントのお姉さんがここまで出てサポートするんだ、今気づいた。あ、今動き出しました。アテンダントのお姉さんここにいたんですね。知りませんでした。船はバックしていきます。小さな船にお客さんたくさん、本当そうです。マリソル号、とってもかっこいい塗装になってます。いってらっしゃーい。このいってらっしゃいって言った頃のあたりをサイバさんが撮ってくださってました。いってらっしゃい。その画像はサイバートレインストリーム、おととい放送のサイバートレインストリームでご覧ください。バックで出航3回目の、ね、進路変更です。ググッと進路を変えて、マリソル号本土へと放送予定です。動き出します。いってらっしゃ い。そしてサイバさん側からの配信は、おととい放送のサイバートレインストリーム10月9日放送分でご覧ください。これお客様のね、A トレインからの乗り継ぎはもののちょっと怖そうな数分、あやのんが来てくれるなんて、今日は天草観光の本当そうです、ね、新たな拠点となってます。前半はもういってらっしゃい、もうと思ったんですけども、あやのさんがご覧いただいているので本当に嬉しいです。 A 列車で行こうマリソル号の詳細はサイバートレインストリーム10月9日放送分でご覧ください。では本格的にこの模様は改めてサイバさんのサイバートレインストリームでご覧いただきました。ありがとうございました。ナベッチ消えます。ミスコーをしましたが、本当にそうです、無茶しております。今日から国道3号線新幹線だとか787系つまめ北九州の南方だとか、そういったタイミングだ。モノレールが今通過していきました。ありますが、前方行きますと、まあ、スペースワールドっていう看板が駅前広場をくぐるような立派なんですけどね。ランデージランデージバンドエッジもほっぱりももうなんちゅうかな、もう手だとか入らへんで、ほっぱりも普通事故も重大な事故も何件も発生していますし、2012年春オープン、一番やりたくなかった、ね、あー通った
ソニックです。ほら減った、ほら減った。飛ぶ危険性がちょっと薄れるという、それは嬉しいです。そして西鉄でしょうかね。見たことないでしょうかね。さっきのは佐賀長崎方面に行ってる車は。お前は行けよお前は行けよ本当にもう。ここが高架です。この辺りは上り線と下り線、橋が違うんですね、はい、熊本県山鹿市突入。ヒロです。熊本市内の自宅から左側、山川バスセンターです。花王といっても、あの清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王ではありません。天井どうなることやら。どうだ、ガタンガタン。あー結構いる、起きたという。なんかあるんじゃないか、ここは。ここから先は草津オレンジ鉄道があります。動かしてあるんだ。そんなに長い時間降らないとは思いますが、鶴平市まで16キロ、ちょうど文字からは散歩できますし、メガネも売ってあるし、スーパーマーケット、食料品もありますし、まあ、これですね。モーニングがあるところ、横断歩道の350キロ通過です。やりました、ゴールです。無事終点です。右手に見えますのは西郷ドーンでごわす、ごわすごわす。熊本に、熊本に帰るぜよ。あ、それ龍馬だ。まあ、後日というか、状況が良くなり次第